はい、そうでか。そうでか。大家好、チカです。アシャです。今回は日本のアニメをそのまま中国語に訳して、その中国語を言った時に僕がそのアニメが何かを当てます。で、僕ね、問題を知りません。またアイジャが問題全部ね、作ってくれてるんで、僕が当てていきたいと思います。那如果猜错的话。もし間違ったらね、お仕置きの刑がありますんで、それもちょっと。これ洗濯バサミ。じゃあ行きましょうか。はい。はい、では1問目。小叮当。小叮当。うん、他以前叫小叮当。但他其实现在有新的名字。新的名字又太像日文。だって漢字が小さいに、叮に当たる。何小叮当。小叮当。第二个提示。何ドラえもん。ドラえもんドラえもんっていうの簡単です。今回は簡単。はい、じゃあ第2問目。海贼王。海贼王。海贼。いや、これは簡単でしょ。うん、簡単です。海賊王。だから、以往他的方向。海賊王、何やったっけ？ワンピース。你怎么知道？だって海賊王。俺は海賊王になる。对。ワンピース。ワンピース。オッケー。我是要成为海贼王的男人。次、第3問目。はい、次。うん。樱桃小丸子。樱桃小丸子。何やろ？何樱桃小丸子。樱桃是 cherry。给你5秒钟。5、4。樱桃小丸子。小丸子。小丸子。マルコ。マルコ、ちびマルコ。はい、ちびマルコ。あ、そっか、小丸子。小さいにマルでこう。うん。1つ目。はい。OK。はい、1つ目。4問目。有点点难咯。来呀，かかってこいや。灌篮高手。灌篮高手。嗯。高手さん、高いにて。One Piece、ルフィ。高高的手，手好高。五、四、三、二。高井さん。一。スラムダンク。スラムダンク。嗯。スラムダンク。どこがスラムダンクやねん。ダンクで高手。对呀，高手啊，手要举很高。高いですね。ダンク、スラムダンク。高手是厉害的。これで灌篮乱勝って書いてスラムダンクがあっても全然イメージつかないですね。じゃあ你错两天吧。はい。ちょ痛いわ。はい。次は。5問目。ちょ耳痛くて。第五个。何？龙猫。龍猫。うん。坊や良い子が眠し。龙猫。龍と猫。四。三。はい。龍と猫。あ。ドラゴンボール。ドラゴンボール。ロマン、わからへん。トトロ。トラのトトロ。ジブリ。ジブリ、トトロ。どこが龍？我也不知道哎。隣やったら。对啊，为什么叫龙猫？自分も分かってないやん。なん？いや。見て。はい、下一个。はい。はい、せー。第六个。神隐少女。神隐少女。嗯，她是一个 lady 的故事。ひどい、女の人が一人。やばい、全然来ない。五、四、三。女の人一人。二。女の人一人。キャッツアイ、今日は。キャッツアイ三人だ。千と千尋の。あ、千と千尋の神隠し。なんていうの？神隐少女、因为。あ、少女か、神隠し少女。嗯，对。そうや。はい、OK。次は。あ、魔法公主。然后我讲话就抖音。公主，公主是 princess。阿卡托基，讲讲。君が君が。五、四、三、二、一。魔法の。魔法姫。はい。どこに姫って書いてんねん。魔法就是魔法的意思。下一个。蜡笔小新。蜡笔小新。好，你猜得到啊，有心哦，蜡笔小新哦，蜡笔小新。蜡笔小新，蜡笔小新，新新新，新奖，是是是，新奖，嗯，是，耶！美少女战士，わからん。美少女战士，美少女战士，セーラームーン。冰桶，冰桶。あ、やばい、めっちゃ汗かいてきた。最後。はい。神奇宝贝。知らん、わかるか。神奇宝贝叫你。神奇宝贝。阿卡酱。阿卡酱，对啊，是有阿卡酱，阿卡酱看的。阿卡酱。然后他有很多 animal。细仔，这个还。这个是。五、
开始，我们猜啊，三，对，快点，一，对，皮卡丘对哦，皮卡丘，皮卡丘，宝可梦，宝可梦，别是，わかるか、ポケモンって書けや。ポケモン。全部中国語ですな。我们叫神奇宝贝，所以我可以拉了吗？不好意思哦，一次拉吗？哎，三二一，你说啥？三，晓得。三，二，晓得。我可以不要说一吗？哎，打。はい、じゃあ今回はね、こんなアニメの中国語のアニメを日本語訳、なんて、日本語のアニメを中国語にして、やりました。まあいろんなあるアニメの中で、まあ愛者が選んだ多分分かりにくいことを、アニメを選んでくれたので、はい、いろいろありますけど、また紹介していきます。じゃあ今回はこんな感じで、はい、ありがとうございました。コブンガ。コブンガ。バイバーイ。バイバーイ。はい。